やっちゃうよ、ナイトンです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあそうですね、これをやっていこうかなと思います。やっちゃうよ。いや、いいから、ナイキジョーンズのお姉ちゃんです。いいからマジでいいからマジでいいからってことで、まあ、ちょ、もういいもういいってことで、はい、あー恥ずかしい、やっていこうと思います。ね、このデッキは、あ、そうあとね、毎週あのグラチャレの勝率が一番高いデッキをね、紹介しようかなと思ってるんですけど、毎週ね、それを曜日も今のところまだ決まってないんですけど、曜日も決めてやっていこうかなと思うんですけど、ないかな、昨日紹介したあのチエンスケラあるじゃないですか、あれが、今週一番勝率が高いデッキなんですよ。なんで、2番目に高い、このデッキをね、やっていこうかなと。これが今2番目なんで、来週から、まあ今週も言うて昨日紹介したんで、まあ今週からみたいなところあるんですけど、まあ来週からね、ちゃんと曜日を決めてやっていこうかなと思います。これラットとかが使ってて、今結構6100、グローバル50位とかね、言ってて、普通に強いデッキで、グラチャルでこれが、まあ一見なんだろう、何も攻めるカードがないんで、あれなんですけど、グラチャレの勝率2位なんで、このデッキが普通に強いんで、あとまだテンプレまで行ってないんで、そのなんだろう、デッキ数枚見ても分からない人が結構多いんですね。なんでそこら辺が強いですね。ってことで、昨日のジャイプリの続きから行きたいと思います。まあそうですね、初手は割とやっぱムートとかマジアチあんま切りたくない。最悪マジアチは切ってもいいですね。とりあえずゴースト。やっぱゴースト安牌ですね。とりあえず。なんで、切っていって、ババ小屋は初手では置けないんで、相手の様子を見てとか、端前でギャングとか端前でゴーストしてきたときに、こうやってね、ババと何かしらのユニットで止めて、これでババ小屋を生かす感じで、これでいいですね。これでババ小屋スタートですね。とりあえずマジアチ端前に構えておいて、オッケー。これ数発入りますね。はい、おいしい。あ、違う。これもう一個右なんですよ。もう俺ね、本当はこれもう一個右に出してた。はいはいはいと。これ5打っていきます。これで相手のデッキがまだちょっとわからないんで、なんだろうな、スパーキーとかな感じがするんですよね、ちょっと。ジャイスパ。そこら辺の感じがするんで、ちょっとここら辺で、あー、そういう感じね。やりごぶんしょ、出てる。最悪。待って。やばい。これやばい。ちょっと待って。とりあえずこっちコウモリ守ってって、いけっかな。いや、相当鬱陶しいですね。よいしょ。一体たげってから、程よいですね、タイミングが。いや、ゴーストとかいるからやめとくか。ゴースト来て、これで、ベベ小屋で防衛していきます。よいしょ。5打っていきます。まあ、まだ序盤なんでね、言うて。で、ここで相手30子とか出したいと思うんで、ここで始まりムート。ちょうどケツから3子とか出ると思うんですよね。よいしょ。いや、あれだけじゃ防げないんで、クソ美味しいしね、これは。美味しい。おいしょ。まああっちはタル小屋だけで、タル小屋じゃない、ちょ待って、ユニットめっちゃ手から離れる。やーだー。よいしょ、貫いていって、で、オッケー。こいつがいるだけでね、めちゃくちゃ安心安全なんで。なるほど。まあ、あっち、こっちはムートで押さえていき、小屋もこっちに向いてるんで安心ですね。よいしょ。とりあえず、ゴースト。こういう火力ぶっぱしていき、どうせゴーストが来るんで、はい、4入りでここに足していって、
よいしょ。はい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 。はい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 。よきに計らいですね。よいしょ。よいしょ。ちょっと痛いかな。ちょっとカウンターぶち食らってるんで。やべ。よし。オッケーオッケー。あっち行けるべ。オッケー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 。オッケー、まあこんな感じですね。はいはいはい。危ねえ危ねえと。ちょっと喉がね、やばいんですよ。マジでやられた。なんかケンツが焼き鳥がちょっと具合悪いんだよねとか言って、台湾ね、行ってる時、焼き鳥がちょっと熱っぽいんだよねとか言って、だからこっち来たとか言って、なんかあいつもちょっとね、なんかちょっと具合悪いとか言いながら俺の部屋来たんですよ。多分あいつのせいで映ったっすね、これ。うん。あー、ラスト12勝して終わりたいですね。喉がやべえ、なんかもうなんかやべえ。はい、なんかやばくね、これ。そんなことない、俺だけ。はい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 。ちょっと姉が来る前にもう終わらせたいですね。出しゃばりなんで。よいしょ。あー、うぜー、超鬱陶しい。これどうしようかな。これ許してバチコリカウンター決めていきたいですね。よいしょ。おいしょ。おいしょ。はい。よいしょ。はい、このコウモリにタギがいって、はい、うざい。それはうざいわ。それうざいわ。で、これさ、抑えるカードないんだよね。相手、5しかない。これで丸太、あー、ゴーストか。逆サイ、結構、500ぐらい食らってるんで、これで抑えないで、ホバで受けてカウンター取りたい。おお、マジで ?5。いやー、マジか、それ。ちょ、ユニットだけで受けれたな。これ、超もったいね。アイゴレ回ってるかな。スケアイゴレか。んスケアイゴレだよな。スケからアイゴレ。はい。オッケーオッケー。知ってる知ってる。で、これワンチャン相手が、オッケーオッケー。それ美味しい。まだ耐えるよ。耐えるよ。Okay、これ相手丸太しかないんで、こうやって相手アイゴレがないんで、よいしょお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 いしょ。これで相手はやることといったらロイフグぐらいなんで、7コス溜まったんで、ここでロイフグかケツ30ステッパー2択っすね。あ、ミスった。もうめっちゃ手から離れるやんけ。オッケー。これ何かしらで対応しなきゃいけないんで、スケからのアイゴレかな。アイゴレ溜まってるか。いやー、これ真ん中ロイフグセパー来そうっすね。これ5打っていき、抑えますよ、ちゃんと。よいしょ。よいしょ。ドン。なるほど。なんかやばい。端末が。マジ言い訳とかじゃなくて、本当に。よいしょ。あ、これ5打たれそう。隠れろ。これ貫いていきます。よいしょ。やべ、外す。最悪、もうやばい。マジでさ、なんかずれるんだけど今日。いや、ほんとにマジ、これ信じて、マジでずれる。これやばい。何なんだろう。なんか充電コードっていう説が前あったんで、ちょっと外しておきます。マジでやばい。やばいよなこれ。ちょっと待って、12勝目でこれはまずい。はい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 。
よいしょ。OK、外してる。シュン。シュン。OK、OK、OK、OK。ちょっとやばいかな。なんかさ、場所がさ、やばいよね、ちょっと。あー、外したー。この位置当たる。ちょっとやばすぎだろ、これ。やばい、ロイフが来る。奴らが来る。奴らが来る。やべえ、やべえ、やべえ、これマジャチェン抜くしかないな。よいしょ、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 余裕すぎーってことですね。まあこんな感じです。ちょっとね、手がなんかもう離れちゃうマウンテンになったんですけど、まあ、ギリ12勝できましたということで、まあ箱を開けてね、終わりにしたいかなと思います。まあね、今週の、なんだろう、まだ企画の名前考えてないですけど、毎週毎週、そのなんかね、環境で一番、まあ、言ったら環境で一番強いデッキをね、紹介するっていう企画をね、やっていこうかなと思ってるので、まあね、お話しますと。あとまあ、この前に上がってるか後に上がってるか知んないですけど、ドズさんとのね、コラボ動画も今日2本、ドズさんの方で2本。俺の方で2本、まあ結構ね、もう定期的にやっていく予定なのでね、その辺もぜひ見ていただければなと。あのね、俺が3立てした動画あるじゃないですか。あれをそのなんだろう、岸さんの立場が俺で、とずさんが普通に解説かなって感じでやって、めっちゃひいきめに解説するって動画、結構ね熱々な感じで仕上がったんで。あとね、とずさんのチャンネルであのカード引いてやるやつとか結構いろいろ撮ったんで、気になる方は見てください。ということで、今日は終わりで、おーしゃしゃしゃ。